どうもこんにちは。今日はですね、久しぶりに車中泊に来ました。で、本当はですね、キャンプに行きたかったんですけども、ちょっとあいにく雨模様だったので、今日はですね、車中泊で過ごしてみたいなと思います。今日のご飯なんですけども、今日のご飯はですね、もう完璧にセブンイレブン縛りと、セブンイレブンだけで買ったものをですね、今日は食べてみようかなと思ってます。まずは、これ。サラダ。サラダはまあ普通ですよね。サラダは普通で、あ、一応これごまドレッシング、ごまドレッシングも買ってます。ご飯系も欲しいなと思ったので、フリーズドライの、カニ、カニ雑炊と、酒雑炊、これは1個ずつですね。それとまた、これもフリーズドライで、かきたまスープ、それとサバの味噌煮。和食はあまり食べないんですけど、この味噌煮が最近すごく好きでよく食べてます。おつまみになりそうだったペッパービーフ、これ美味しそうですよね。せっかくなのでワイン、ワインもこのセブンイレブン印がついてるやつにしてみました。メゾンデュアールルージュ、これ900円ぐらいしたんですよね。結構いいワインだと期待はしてるんですけどね。900円って言ったらね、結構高いですもんね。で、おやつのチーズリング、それと、いつもセブンイレブン行ってですね、存在は知ってたんですけども、高かったのでなかなか買えなかった抹茶クッキー、これ確か1枚で150円ぐらいしたんですよね。ということで今日はですね、セブンイレブン縛りとはいえこんなに買ってみました。だいぶありますよ、量が。朝からずっと仕事しててほとんど何も食べてないので、まあお腹が空いてるんですよね。お腹が空いてるので、まずこれからいきますか。ハムとポテトのサラダ、あ、そうそうそう、それとですね、このフリーズドライのやつなんですけども、僕男なんでそんなにね、そんなに気にはしないんですけども、これなんてカロリーが71キロカロリーなんですよね。なので夜お腹が空いた時とか、こういうの家にあったらいいかもしれないですよね。まあ、非常食というか、もしもの時のためにもですね、こういうフリーズドライのものっていうのは、賞味期限が1年ぐらいありますからね、結構役に立ちそうな気がします。やっぱりのんびりできる時間なんで、今日はですね、漫画を持ってきました。ブルージャイアント、ですね、ブルージャイアントとブルージャイアントシュプリームってのがあるんですけども、これはそのブルージャイアントの最終巻10巻ですね。なんか何回も読んでるんですけどね、それでもやっぱ結構感動的なんですよね、最終巻。さあ、でものんびりやろうと言いながらですね、だんだん我慢できなくなってきたので、これいってみましょうか。どうなんだろう、匂いはなんかちょっと嫌な予感がしますけど、匂いはすごいライトボディな感じで、ライトボディでよくあるような感じで、味は、味これライトボディに近い気がしますけどね。でもミディアムよりちょっとフルに近い感じになってますね。なんか個人的にはライトミディアムっていう感じですかね。ライトに近いと思う。で、僕自身はですね、ワインはいつもミディアムを飲むんで、ミディアムが一番好きなんですけど、その個人的な立場から言うと、これ900円ぐらいしたんですけども、美味しいかどうかっていうとすごく微妙な感じかな。多分飲みやすいと思うんですけどね、ライトっぽいから。だけどこれとアルパカがあったらアルパカの方を選んじゃう感じですかね。だと思う。これとアルパカがあったら絶対アルパカを選びそうですね。これはまずはカニ雑炊です。
じゃあこれをいただきます。いや、これ美味しいわ。これ美味しいですね。すごいなんか温まるし、見た感じで分かる通りすごい優しい味ですね。今ですね、おそらくなんですけども、月末、早ければ月末ぐらいからですね、うちはちょっとメンバーを期間限定みたいになっちゃうと思うんですけども、メンバーをちょっと増やしてですね、いろんな動画をお届けしようと考えてるんですけども、ママせっかくなんで、なんかこうみんなでお揃いの服を作りたいねみたいな話をしててですね、なんかこう動画を撮影するときにみんなでこう同じユニフォームというか、そういうの着てたらいいなと思って、サバの味噌になんでこんなに美味しいんでしょうね。でも一応ですね、今日のコンセプトとしては、まず電子レンジを使わない、先に温めてきてもらうってこともしない、常温でも食べられるもの、あとはですね、お湯を沸かせば食べられるものっていうようなことで今日ちょっと選んでみたんですけどね。はい、ごちそうさまでした。ということでですね、次なんですけども、このおやつを食べながらちょっとのんびり過ごしましょうよ。4、5日ぐらいのですね、個人的なことになっちゃうんですけども、今ベッドがセミダブルベッドと、あと布団を下にシングルを2つ敷いて寝てるんですけども、5人一緒に寝てるんですけども、僕基本的にベッドで寝るんですね。でベッドで寝るんだけど、まあ子供が例えば1人ベッドで父ちゃんを待ってると、これ待ってくれるのはすごく嬉しいんですけども、一緒に寝てると最初ね、これぐらいスペースがあるんですよ。これぐらいスペースがあって、結構楽に寝れるんですけど、だんだんねこうなっていくんですよね。こうなっていって、多分ね一番狭い時ってこれぐらいしか隙間がないんですよ、本当に。だから体こう横にして、落ちないようにこんな感じでずっと寝てる感じなんですけど、だからまあ疲れる。朝まで熟睡できたことってのがまあほぼないですもんね。ここ4、5日は本当ひどくて、でっていうのも結構子供たちの環境が変わったのがあって、たこ焼きくんはですね、おかげさまで幼稚園に行くようになりました。で、キャラメルちゃんは今度小学生になったんで、環境の違いっていうのもあって、結構ね、甘えてくるんですよね。まあ、相手するのも結構大変という感じですね。そうそう、このね、ブルージャイアントっていう本、このブルージャイアントっていう漫画なんですけども、昔ですね、うちの奥さんが働いてたところに、漫画本が置いてあって、パラパラっとめぐってた時にですね、ちょうど主人公が仙台から、東京に出ていくという回だったんですけども、それを読んだ時になんかこう、うわ、これめちゃめちゃ心に来る漫画だなっていうふうに思って、でそこからこの単行本を買い集めたんですけども、これは面白いですよ。ジャズって僕全然知らないんですけど、知らないけどなんかこう、迫力がガッと伝わってくるような感じの漫画なんですよね。最近ちょっと失速してる感じがしますけどね。失速してるのか、すごく丁寧に描いてるのかっていうのは、やっぱ時間が経たないとね、こういうのって分かんないですもんね。まあ、彼岸島とかもね、結構もしかしたらすごく丁寧に描いてるのかもしれないですよね。こういい年した大人がこうやって車の中で一人でご飯食べながらお酒飲んで漫画読んで、何が面白いのっていう人もね、いるとは思うんですよ。いるとは思うんですけど、実際にこのね、ゆっくりした時間たまんないですよ。ただまあこうやってね、ゆっくりした時間が過ごせてるっていうことは、うちの奥さんが頑張ってくれてるというか、負担してくれてるんで、やっぱりありがとうございますという感じです。ありがとうね。
うん、鮭雑炊とカニ雑炊があったとしたら絶対カニ雑炊な気がしますね。なんか鮭雑炊ちょっと味が薄い感じがするんだけど、どうだろう。次は最後のたっぷりホワイトチョコチップの抹茶クッキー。思ったよりちょっと柔らかいかも。パリパリ系のクッキーじゃなくてすごいしっとりしてる柔らかいクッキーですねこれ、うん、今こう折ってもね音が出ないぐらいの、焼いたんだけどちゃんと焼けてないようなクッキーというか、半生感がすごいですね。まあそんな感じでですね、夜になりましたんで、今日もねまた車中泊が楽しかったよということで終わりにしたいんですけども、次回なんですが、このシングルバーナー、これが半年ぐらい使って今どんな感じになってるかというのをちょっとお知らせしたいなと思ってます。おそらくなんですけども、普通の人が使うよりかは多分これだいぶ使ったと思うんですよね。あと寝袋もシングルバーナーもどっちもなんですけども、おそらく耐久性っていうのがすごく気になると思うので、その辺をですね次回ご紹介できたらなと思っています。本当は今日いろんなことしたかったんですけども、眠くてちょっと撮影にならないので、今日はこれでおしまいしたいなと思います。それではまた次回っていうのと、あとこれだけね僕が自由にできるっていうのも奥さんのおかげだと思うので、うちの奥さんにもありがとうねー。